越谷市新名町付近越谷浦和バイパスは埼玉県越谷市の国道4号新名町交差点から同県埼玉市浦和区の国道17号時は7丁目交差点へ至る延長 12.1km の国道463号のバイパスである。俗に起点と終点を入れ替えて浦越バイパスと略されることがある。埼玉県の緊急輸送道路に指定されている。 埼玉市浦和区の元太坂下伊藤と新浦和橋から終点の時は7丁目交差点までは4車線、元太坂下から新浦和橋付近までは2車線となっている。橋梁建設費改修のため、有料区間として新見沼大橋有料道路と新浦和橋有料道路が設置されたが、新浦和橋は2003年に埼玉市に移管され、無料開放された。 玄道とほぼ平行に並んでおり、それまで玄道で発生していた国道4号と国道122号、国道17号及び東北自動車道浦和 IC との連絡に伴う渋滞が緩和が見込まれていた。しかし元太坂市体制が2車線であるため、この交差点で常時渋滞する。さらに、有料の新見沼大橋を抜けて国道122号に向かう車が少ないため、 国道463号原道と国道122号が交差する大門交差点は混雑する。原道の東浦和駅入口交差点から浦和駅方向に数十メートル進むと都市計画道路南浦和東口を間木線と分岐するが現在のところ一部が着手されているのみである。現在は国道二十二号東北自動車道と接続する。 鶴巻ランプの増築工事を行っており、これが完成すれば、東北自動車道と国道122号の岩月方面から浦和方面にアクセスすることができるようになる。国道17号の西側では、埼玉市の都市計画道路道場三室線としてこのバイパスの延伸区間の建設が進められ、新大宮バイパスまでの工事が行われており、こちらは埼玉市中央区大道付近まで、 埼玉県道57号埼玉コーノス線のバイパスとして部分開通されている。また国道4号の東側でも越谷市島が事実上のバイパスの延伸区間となる都市計画道路浦和の打線を建設する計画があるが事業化はされていない。それぞれ4車線の道路で整備されることとなり、すでにこちらは一部区間が 埼玉県道19号越谷野田線の新線及び指導として強用されている。起点の新名町交差点は交通量が多く、2007年は埼玉県内で5番目に事故の多い交差点だった。ありがとうございます。